はい、どうもゼロゲンと申します。本日はですね、任天堂スイッチマリオレッドブルーセットですね、こちらの開封の儀を行っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、こちらですね、転売ヤーもめっちゃ狙ってたすごく人気のマリオセットですね。はい、マリオセットがね、予約開始した日が25日ぐらいだったと思うんですけども、自分仕事だったので、予約行けなかったんですよね、どうしても。はい、でなんで仕事終わってから行ったら、まあやっぱり案の定どこももう予約終了してたので、もう今回は無理やなともう完全に諦めてたんですけども、ツイッターの方でね、セブンネットショッピングさんの方が、抽選予約販売をしてたので、まあちょっとダメ元で、予約してたのが当選しましたので、ちゃんと、買うことができたのです。はい、というわけで、まずは箱から見ていきましょうかね。箱がね、このキャリングケースがついてるということで、普通の任天堂スイッチのやつよりもね、ちょっと大きめなんですよ。ちょっと後で比較しますけども、はい、裏はこういう感じですね。はい、ブルーとレッドの、ツートンカラーの、ジョイコンですね、そしてこのストラップ、はい、これがついてるということですね。まあ、横も、はい、こういう感じですね。はい、このキャリングケース、すごい可愛いね、これね。はい、こういう感じでございます。というわけでね、早速、開封していきましょう。開封の儀ですね。はい、ね、自分任天堂スイッチをね、発売日に買ったんですけども、3月、3日ですね。はい、買って、もうそこからねずっとそれ1本だけでやってきたんですけどもね、ちょっと結構それからもう何年も経って4年ぐらいかな、はい、経ってようやく2代目の任天堂スイッチを購入することができました。というわけで中身オープンしました。はい、いきなり本体とジョイコンですね。いいですね、この感じ久々だわいいですね。はい、本体ですね。この本体がね、今回初めての試みがね行われている任天堂スイッチなんですけども、まあ、ちょっとこれはね後で触れていきたいと思います。で、あとは、ジョイコンかな、ジョイコンが2つ、はい、ジョイコンも高いからなで、中開けて、よいしょ、で、キャリングケースかな、はい、キャリングケースが出てきました。はい、これも後でちょっとじっくり見たいと思います。よいしょ。で、あと、そう、保護シートね、これ、スイッチの保護シートですね、これ後でちょっと風呂場で貼ろうかなで、さらに下に、よいしょ、おー、ありますね。はい、ストラップ、ストラップがすげえかわいいの今回。ちょっととりあえず全部出そうか、箱が邪魔だわ見せるのに箱が邪魔ですねこれね。はい、で、まあケーブル類ですね、あとはいつもの、よいしょ。そしてこれが、あ、これあれだね、拡張アダプター、ジョイコンの拡張のやつですね。で、ここにもありますね、ストラップで、ドックかな、ドック、真っ赤なドックが入っております。あー、いいですね。はい、よいしょ、とりあえず全部かなこれで。はい、というわけでちょっとドックから見よっかな。はい、真っ赤なドックですよ、いいですね。はい、ほいほい、あーいいっすねこれね、わー、かっこいい、真っ赤な任天堂スイッチのドックですねが出てきました。こういう感じです。あ、いいですね。はい、こういう感じですね。なんか変わってたりするのかね、中身。あ、別に中は変わってないのか、ずっと、うん、もう初期のスイッチしか持ってないからね。はい、はい、こういう感じですね。あ、そういえばですね、自分今のスイッチにこれですね、スイッチカバーのマリーちゃんつけてるんですけど、これ赤いのにつけたらどういう感じになるんやろ、意外と合いそうな気もするけど。はい、おう、あー、いいいいっすね、全然ありじゃないですかこれ。はい、いいね。任天堂スイッチのドックって下が黒なのが多いんですけど、これ赤なので映えますね、ちゃんときっちり。あ、これいいぞ、なんかこっちの方がいいような気がする。はい、これマリーちゃんこっちにつけとこう今度はい、ドックですね。よいしょ。まあジョイコンか、ジョイコン、ジョイコンはまあ
マリオカラーなのかな。ほい、はい、こういう感じですね。はい、このジョイコンのここがなんか壊れやすいっていう風な感じでなんかすごい問題になってたけど、俺ジョイコンほとんど使わないからそんなこと思ったことないんだよね。壊す人どんだけ酷使してんだろうって逆に思うんですけど、はい。でストラップ、このストラップいいね。このストラップめっちゃおしゃれじゃない？このマリオカラーの、うわーすいいな、これいいっすね。あ、これちょっとつけてみよう。このプラスとね、プラスを合わせないとえらいことになりますよ。プラスとプラスを合わせてちゃんとストラップはつけましょう。はい、もう俺は最初の時えらい目にあった、本当に。間違ってつけてね、もう全然取れなくてめっちゃ焦りましたね。はい、OK。はい、合体したジョイコンはこんな感じです。おー、いいっすね、これね。はい。おしゃれ、すごくマリオ。すごくマリオですね、これ。はい。ストラップがすごいおしゃれですね、これね。うん。これが一番最初の初期のジョイコンなんですけど、色若干違うかな。あ、若干違うね。なんかマットな感じになってるような気もするけど。あ、でも近づいたら、あ、だいぶ違うかもしれんね。うん。マリオカラーの方がちょっと薄めというか、うん。そんな感じがしますよね。はい。これか。これ。これ、正式名称がよくわかんないんだけど。ジョイコングリップっていうのかな。あ、これすごい。青。すごく青いっすね。ちなみに、はい、もう初期の一番最初の、まあ、ほとんど使ってないんですけどね。はい、これジョイコングリップが黒色でこんな感じですね。はい。いいね。はい。うん、ジョイコングリップほとんど使わないんだよな。ほとんど使ったことないんですけども、よいしょ。じゃあちょっとこれつけてみようか。つけまーす。ほい、おー、おしゃれ。すごいマリオのオーバーオールというかつなぎというかね、そういう感じのカラーリングになっております。すごいおしゃれですね、これ。もうこれもいいね。この色あってこそのこのジョイコングリップのような気がするね。はい、うん、いい色でございます。はい、あこれおしゃれ。あ、これちゃんと黄色いんですね、ここ。すごいおしゃれ。うわー、いいな、このデザイン。あ、後ろ青なんだ。いいっすね。はい、こういう感じっす。わー、いいですね、これね。はい、これちゃんとあれだね、ここマリオさんとかグローブだね、つなぎ、この辺が乗っております。なんか一個だけなんか遊び心でデザイン違うとかあるかな。はい、裏はこんな感じです。あー、いいですね、これね。うん、でこれ中身どうなってんだろう。よし、あ、中身でも一緒なのかな。うん、一緒の感じもするけどな、この今まで使ってたやつと。あ、でも若干違うか、大きさが違うかな。うん、なんか汚ねえな俺の。はい、こういう感じですね。なんか若干違うような気するけど、ちょっと今まで使ってるスイッチのやつちょっと入れてみようかな。うん、ここっぽいか。あ、ああ、あ、なんか、うーん、いやでも結構すっぽり入るけど、あ、でもちょっと若干厚くなってる気がする。あの、今までのこの任天堂が出してたキャリングケースですね、使ってて入れるっすけど、入れたらね、よいしょ、あれなんですよ、あのジョイコン部分のこれ、ここ見えるかな、スティック部分がね、ちょっと膨らむんですよ、これ。ちょっと小さいのか分かんないですけど、ここがね、うん、これがね、この新しいこのマリオカラーのキャリングケースなんないんで、若干厚めに作られてるのかもしれん。うん、まあでもこれ一番最初に出たやつだから、まあちょっと若干小さくなっちゃってるのかもしれないけどね。はい、これがですね、はい、今までの発売されたスイッチと大きく違う点があるんですよね。はい、こういう感じです。ちょっといろいろ映っちゃうけどしょうがない。はい、はい、真っ赤。そう、真っ赤なんすよ。この本体が真っ黒なんす、真っ黒じゃねえや、真っ赤なんすよ。今までのが真っ黒、この縁の部分ね、もう本体部分がこう真っ黒なんすよ。もう結構どのモデルも黒なんすよ。黒なんすけど、今回のマリオセットから真っ赤になったんすよ。真っ赤の
カラー、これがね素晴らしいんですよ。これがすごくおしゃれ、いいですねこれね、これね、これね、これねってはい、こういう感じですね。はい、ほいほい、つうわけで合体したスイッチがこういう感じです。あ、つもうすでにホコリがついてる、あーやだ後で貼るときいろいろめんどくさいことになるね。はい、こういう感じですね。はい、よいしょ、真っ赤っか、はい、こういう感じですね。いいですね、真っ赤な任天堂スイッチが完成しました。はい、ドックに入れると、こういう感じになります。はい、いいですね、はい、真っ赤やねうん、このグリップとかこのストラップに青い部分はあるけど、このドックとかスイッチ本体とかジョイコン全部真っ赤だから、真っ赤っかになるね、ほんとシャア専用みたいなスイッチになるけど、これすごいな、真っ赤っかやでこれ。はい、こういう感じになります。いいですね、でもこれはこれですごくいいような気がする。うん、あ、おしゃれやなこれ、いいですね。というわけでね、今回は、新しく私が買った2代目の任天堂スイッチ、マリオレッド、マリオブルーですね、はい、こちらの開封の儀をお届けいたしました。はい、皆様もねチャンスがあれば、いやーでもね買うの難しいと思うんよね、やっぱ転売ヤーがこれ狙ってたっぽいので、なかなか品薄で買えないと思うんですけども、まあちょっとどっかで見かけてみたらちょっと頑張って買ってみてください。はい、というわけでね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。この後私は頑張ってフィルムを貼りたいと思います。